はい、オルガンライフです。過去に未練のある私デロリアン120号の組み立てです。まあ、あと10号で完成ですね。まあ、これで過去に戻れますね。今回の組み立てリアクターエグゾーストベーンですね。こちらのカウルにこのベーンというか仕切り、それがつきます。今回の組み立て似たようなパーツだけど違うものがありますね。こちらベーン123とありますね。これが1、これが2、これが3。これ間違えちゃいけないとのことですね。まずこちらに1番ですね。1番。小さな突起の上にベーンを乗せる。ここか。小さな突起の上にベーンを。こういうこと。あれ？乗らんじゃん。向きあるのかな？そして NP のネジ。111号付属のドライバー。このちっこいドライバーを使ってくれということですね。でもこれでもいいか。手持ちの一番ちっちゃい。簡単な組み立てですけど、なんかやりにくさがありますね。まず軽く、こう回転しないようにネジを全部締めていきましょう。いろいろな組み立て方ありますけど、この方法で。あ、そうだ、撮影しながらやってると映ってない時ありますね。ちょっと悲しいですけど。4つのネジが締まったら本締めします。本締めといっても片付かない程度、模型ですからね。まあ、何回も言いますけど、このパーツプラっていうのがちょっと残念ですね。次2番、これを乗せる。数字が書いてる方を隠そうかなと思ったら、数字の書いてる面の方がなんか整形の時のラインとかそれが入ってないからいい感じがしますね。それは前回の組み立てめっちゃくちゃ簡単でしたね。これを取り付けるだけですからね。それと比べると今回はちょっと手間がかかる。なんかこういうところを分散してほしいですね。そして3番のベーンを取り付け。ん？ 3 番どうなるの？ 2 箇所しかネジで固定されないのか。この今回のパーツ残念だったのが金属じゃない。なんか金属パーツでディテールがとかってそう言ってってるのに、この一番目立つ部分がプラなのかって。まあ、プラって言うとプラの何が悪いって言われそうだけど、でも金属がいいに決まってますからね。金属パーツ高級感あるじゃないですか。なぜ高級感あるのがいいのか。まあ、Y を5回繰り返せ、なぜを5回繰り返せっていうところで最終的に詰まりそうだけど、やっぱし金属がいいですよね。なんかここ中途半端ですよ。こんなのでいいのかな。そしてこのパーツ120の D、 これを取り付け。ここか。今回この車両側に合体ですね。車両側っていうかこの部分だけでいいか。この部分に合体。まずはここに固定して、そして3本のこのベントパイプ、これを固定します。やりにくい。あ、そんなことないですね。固定できましたね。そして FP のネジでベースに固定。 FP のネジ大きいですね。これで固定。
これで固定できましたね。そしてこの前のすごく前の号からあったこのホース、これをここに入れる。ん？入らんじゃん。抜けやすい場合はっていうアドバイスはあるけど、入れにくい場合はってのはないですね。これをこの穴に差し込む。やりづらい作業ですね。え、手入らんじゃん。すごく無理がある。はい、入った。これで今回の作業終わりです。なんか、微妙ですね。ここ結構期待したんですけど、収まりがいい感じにするにはなんか修正必要ですね。また露骨にこうネジが見える、こういうとこはちょっと嫌ですね。ということで、過去に未練のある私デロリアン125の組み立て終わりました。ではバイバイ。